替えたやつだ。そのまま入ろうね。大丈夫？聞こえる？大丈夫です。大きすぎたらこれで調整してくださいね。大きい声出した方がいいですよね。普通どっちでも。あ、いいですか。なんかやばい、できる。大きい声出した方がいい。だいたい喋る時間って何分ぐらいになりますか。ね、15分ぐらいなんだけど。わかりました。うん、いっぱいある。ネタはいっぱいある。何もしない。じゃあもし引っ張るんだ、なんか30分とかだったら、うん、一応まあ引っ張ろうと思えば引っ張れるあれはあります。一応ちょっとだけ。15分ぐらいがベストかな。はい、うん。多分それぐらいだったら、大丈夫かな。オッケー。じゃあもう、でも自己紹介してもらって、じゃあもう振れば大丈夫？はい。オッケー。あ、大城です。よろしくお願いします。じゃあ入りますね。はい、9月8日金曜日、時刻は12時、1分を回りました。 FM ウルマー情報局の時間です。毎週金曜日のこの時間は、ウルマー市役所からのお知らせコーナーからスタートです。今日もですね、スタジオの方に、お二方お迎えいたしております。それでは、ご自身の声で自己紹介からお願いします。はい、こんにちは、うるま市役所保育幼稚園課の佐々木と申します。こんにちは、同じくうるま市役所保育幼稚園課の比嘉城と申します。比嘉城さん、はい、あと佐々木さんですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速ですけども、じゃあ今日のお知らせお願いします。はい、今日は、はい、来年度平成30年度の保育所幼稚園入所入園案内についてちょっとお話ししに来ました。はい、お願いします。はい、今回ですね、去年とだいぶ変わっている部分がありまして、まず保育園と幼稚園一緒に合同で受付をする形になったんですね。でまた去年保育園の申し込みがだいたい11月の下旬だったんですけれども、今年からまた1ヶ月ぐらい前倒しになりまして、はいはい、10月16日から27日の平日の間10日間ですね、はい、で保育園と幼稚園合わせて、うん、新規の児童にの、はいはいはい、受付をする形になってます。うん、そのお知らせですね、今日はね。はい、はい、そうです。はい、でまあ、ちょっと初めに保育園の方から説明の方させていただくんですけれども、はい、まあ、先ほど言ったこの新規の、保護者の方に関しましては、10月の16日から27日の平日ですね、うるま市役所本庁舎、新庁舎の方になるんですけれども、3階の大講堂で、一斉の受付をしますので、はい、午前9時から午後の4時の間に、うん、ちょっと来庁の方お園します、はい、でまたこの在園時の保護者の方に関しましては、今いる在園中の保育園の方で、うん、書類の方をまたこれからもしかも受け取っている方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、配布の方がありますので、それをまた書類集めていただいた後に、うん、この保育園の方に29年10月16日から10月20日の間で書類の方、うん、園の方に渡していただけたらと思います。はい、でするとあともう一つ、この発達支援保育の案内になるんですけれども、はい、市内在住の方で心身の発達に何らかの遅れ等があってということで、うん、まあ、集団保育が可能な児童に対しましては、うん、また受付の日付っていうのが異なっていて、はい、日付の方が10月の10日火曜日から10月11日の水曜日2日間で、はい、本庁舎の保育幼稚園課窓口で直接、うん、手続きをしてもらう形になりますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて幼稚園についての、はい、入園案内のお知らせです。はい、お願いします。はい、保育所と同じく、申し込みの方は10月16日から27日10日間ですね、はい、で各指定幼稚園によってこの申し込みの日付が異なりますので、そこら辺はちょっと入園案内をご確認の上、確認の方をお願いいたします。はい、でまず9月中旬に各保護者の方に個別で案内を
役所の方から送る予定ですので、うん、その後に、入園案内についてをうるま市役所保育幼稚園か窓口かもしくは各幼稚園の方で、お取り寄せいただけますので、はい、そちらの、受け取りをお願いいたします。はい、で在園時につきましては、10月16日27日の間に各幼稚園において受付を行っておりますので、はいはい、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、で幼稚園の、特別支援教育に関しては受付の方終わり次第、教育委員会の指導課の方にてまた別の申し込みがございますので、はい、教育委員会指導課までお問い合わせいただければと思います。はい、はい、以上ですか。はい、はい、でじゃあまたこの保育園の受付の話とはまた別で、はいはいはい、今保育幼稚園館の中に支援センターっていうものがまたあって、うん、そちらの説明も今大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。はい、このうるま市の地域子育て支援センターっていうのものがありまして、認可保育園の、まあ、8カ所、8園で行われているものになるんですけど、うん、この活動の内容っていうのが、はいはい、実際利用できる対象の方が就学前までのお子さんとそのご家族や妊婦さんなど育児に関わる全ての方々が利用できる、はいはい、なので、まあ、他の市町村の方でも、うん、活用ができる部分ですね。はい、で、まあ、実際内容としましては交流保育といいまして、まあ、実際にこの保育所の行事に参加してみたりだとか、うん、親子で同年齢のクラス体験とかがまたできたり、うん、また保育園にいる保育士さんに直接育児の相談、うん、保育の相談っていうのがまずできるっていうところと、はいはい、また育児講座っていうのもやっていまして、子どもの健康や料理講習、おもちゃ作りだったりっていうところで、この子育てに関するいろいろな情報とか、うん、遊びだったりだとかっていうのを、うん、はいはい、他の保護者の方や、保育園の先生たちと一緒に、話ができたり、まあ、食べたりっていうところができる環境ではあるんですね。で基本的に利用料っていうのは無料にはなっていて、はい、どなたでも本当におじいちゃんおばあちゃんでも全然いいので、ぜひ活用していただけたらなと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。詳しいお問い合わせ先も言っておきましょうかね。 あります？そうですねそうですね、この支援センターに関しましては、うん、保育園の方が、まあ8つになっていて、はいはいはい、それぞれのお問い合わせ先っていうのが、まあ、保育園に直接、ね、はい、行っていただく形にはなるんですけれども、うん、ただこの、まあそうですね、ホームページの方にもこの支援センターの活動の予定表だったりだとか、うん、はいはいはい、でまたこの保育幼稚園課のようにお話もしていただければ、うん、また保育園の電話番号とかもお伝えすることもできますし、うん、そこももちろんホームページでまた載せてはいる部分ではありますので、うん、ぜひちょっと興味が湧いてお母さんたちは、はい、ちょっとうるま市のホームページとか、うん、ホームページ見るか、はい、見ていただけ、直接じゃあ役所の方に行って、はい、ここですよっていう、うん、はい、そうですね、また来ていただければ、うん、その時に活用予定表の紙とか、はいはい、またそういうのも配布はできるのかなと思いますので、はいはい、ぜひぜひご活用ください。よろしくお願いします。はい、あと他にもありますか。うん、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はいあ、 あと保育園、はい、幼稚園の、募集期間もう一度いきましょうかね。はい、新規の方の受付期間が、はい、来月10月16日月曜日から10月27日の金曜日まで、はい、平日のみですね。はい、うるま市役所本庁舎東棟の3階大講堂で行いますので、はい、時間は午前9時から午後4時までとなっております。はい、在園のお母さんたちに関しましては、はい、保育園幼稚園それぞれですね、保育園その今通っている幼稚園と保育園の方に書類の方を提出していただくんですけれども、うん、はいはい、受付期間の方がですね若干異なっていて、保育園の方は29年10月16日から10月20日の5日間になるんですけれども、はい、幼稚園の方がですね10月16日から27日の10日間での受付になっていますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、佐々木さん、はい、そして比嘉城です。比嘉城さんね、はい、はい、ありがとうございました。はい、最後に何かありますか。もう一言ずつやあれば
ですね、また何かわからないことがあれば、また保育園課にご連絡すみません、はい、していただけたらと思います。はい、はい、お気軽に連絡ください。うるま市役所の連絡先もありますかね。はい、保育幼稚園課の、はい、お問い合わせ先が、はい、098-973-5427 になりますので、はい、お間違いのないよう、はいはい、お願いいたします。はい、973-5427、詳しいお問い合わせは973-5427までお願いいたします。はい、うるま市役所からのお知らせコーナーでした。今日のゲストは、佐々木さんと日賀城さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。FM うるま情報局、この後はアイレディスクリニック赤ちゃんいらっしゃいのコーナーもありますので、引き続き、お楽しみください。